はい、おはようございます。ですね、パラシュート、パラシュートについて、お船さんという方のためのパラシュート講座、講座ではないな、まあ、どういうふうにまずみんながしているのかっていうのは、まずこういうロビーからマッチングしたときにしたら、すぐにマップを開けます。マップをで、これは、一マス、これなんだこれ、あ、これ一マス、この四角の一マスが100なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で黒四角、黒い線が出てきましたね。でこれが1000です、1キロで。もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で2000で2キロですね。 A、B、何これ J になってんじゃん、 J なんだこれ。1マス2マスで2キロ、1マス2マスで2キロ、 2×2 のマップですね。1×2×1×2 で、まずパラシュートポイント、ここに1個、それまでずっとまっすぐですね。で、ちょっと修正しながら家のところにダイブする、すぐに降ります、はい、もう一度やります。次がちょっと遠い方がいいかな。次ロンパラやってみようかな。難しいからね、ロンパラはここまでいけるかどうかわかんないですけど、ここまで行きたいと思います。でしょ、この場合、ロンパラの場合は水平、上を向けて横移動、はい、今パラシュートっていうのがついたので、速攻パラシュートを開いて、その間ずっと、横移動ですね、はい、横移動ってその移動ですね。で方向的に方向なので、まあ、方向的に合っています、はい。で、この、左側にあるパラシュートのマークに、スピードが出ておると思うんですけど、これ大体30から40の間のところを行ったり来たり行ったり来たりしなくちゃいけません。そしたら、遠くに飛ぶことができます。これやっぱ飛びすぎるな。
早かったこれ。全然食べる。早かったですね。全然ロンパラの距離じゃないです。これでね、本当はね、質問を受けた方がいいんだけどね、配信上で質問を受けた方がいいんだけど、それが受けることが今現在できないみたいなので、とりあえず動画を撮っております。近いもんな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12マスか。12マスの全然、ずっとこっちでいいですね。全然いけると思います。ずっと横移動でいいと思います。このマーク越えられないなって思ったら、思ったら早めにパラシュートを開くという感じですね。銃はあそこしかないのか。常に横移動っすね。横移動っつうかこう走るってことですね。はい、パラシュート降りた瞬間から横移動。お船さんの場合のパラシュートをしますね。まずお船さんは、まずここでパラシュートいきなり開いて飛ばされて、うわどこ行こうどこ行こうって、この手を今開いている状態は真下に落ちている状態です。で移動を押すと手を後ろにやります。この降りた瞬間からもう横移動というか移動をしないと距離が稼げません。このままだとこのまま真下にずっと落ちている状態です。じりじり前に進んでいますけど全然下に進んでいません。今パラシュートを開いたのがもうそれ以上は落ちたら、それ以上下に行ったらパラシュートを開いても危ないですよっていうことで勝手に開いています。まあ危ないかどうか知らないですけど、最低この高さなんだけどパラシュートを開く。船さんの場合こうやっていきなり来てパラシュート飛んで、あどこ行こうどこ行こうって飛んで、それから横移動せずに開いてパラシュートを開いたらそこ開くんですか。開いてそれからこうなんか移動してるでしょ。これだったらこの今パラシュートを開いている時間が長すぎるんですよ。だから降りるのが遅いんですよね。だったら遅いでしょ。でこうやってぐるぐる回るのはダメな。目的地へまっすぐ降りるのが最後の修正ですね。曲げるの。
失礼ですね。で、右下に小さいマップがあると思うんですけど、そのピンを見ながら、現在地はここですね。現在地はここなので、ここまで飛びたいと思います。飛ばされました。はい、方向を 見ます。その時にお船さんの場合は手を上に開いていると思うんですけど、それを、もうすでに降りたら速攻横に開く、あ、横に走ると思いますね。で、近くのところのマップをちょっと見て修正をしながら方向を定めて、その間ずっと、移動、前へ走るですね。ずっと押しっぱなしでいいと思います、このマップだったら。で、多分操作が多分全く違うと思うので、それは操作の仕方がちょっと分かんないので、難しいんですけど、基本的にパラシュートの下ろされて、下ろされたらそこから横移動ですね、移動です、水平移動、走ると